どうも、かあちゃんです。ということで今日は玉ねぎの追肥回数について説明していきたいと思います。前回玉ねぎの追肥っていうのは間違った方法でしてしまうと危険ですよっていうのを説明しました。なので今回は正しい追肥の時期とやり方っていうのをしっかりと説明していきたいと思います。この追肥によって玉ねぎの大きさっていうのもどんどん変わってくると思うので、皆さんもぜひこの玉ねぎを育てている方っていうのは追肥っていうのをマスターしていただけるとより大きくていい玉ねぎが作れると思うので、ぜひこの動画を最後まで見てください。でね、あとは玉ねぎにどういう悩みを持っているのかっていうのも僕知りたいので、ぜひこういうのを悩んでるよっていう方がいたらコメント欄で教えてください。でそちらの内容をできれば動画にしたいと思っているので、より細かく具体的に書いてくれると僕も取り入れやすくなったりするので、できれば具体的に書いてほしいんですけど、まあ全然抽象的でもそれを僕が汲み取って説明したりするので、玉ねぎに悩みを持っている方っていうのはいっぱいいると思うので、そういう方はぜひこの動画を見たらコメントたくさんしてください。正しい玉ねぎの追肥回数について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在の玉ねぎの様子です。はい、こちら現在の玉ねぎの様子です。で苗もね、ほんと順調に育ってきてくれて、結構ね太さとかもいい玉ねぎになってくれています。でここはちょっと仮植えするっていう動画を撮るのに一本抜いたんですけど、しっかりと下の方まで根っこが巻いていたので、まあ、他のねネギたちっていうのもこの根っこ巻いてきてくれてると思います。でね、でもまだまだこうやってちょっとちっちゃい細い苗っていうのもあるので、まあ引き続きねこの苗っていうのを育苗していきます。玉ねぎの品種の説明です。玉ねぎっていうのは品種があって大きく3つあります。早生品種、中手品種、奥手品種、この3つがあるんですけど、だいたい早生品種と中手奥手品種でこの分かれて、この2パターンですねに分かれて、この追肥のする回数っていうのが変わってきます。まずは早生品種から説明していきたいと思います。12月の中旬から終わりにかけて一度追肥をするようにしましょう。なぜこの時期かというと、皆さんがだいたい畑に植え付けしてから1ヶ月ぐらい経ってるからです。1ヶ月ぐらいすると畑の中に入っている元肥って言って、玉ねぎを育てている肥料、栄養っていうのがあるんですけど、その栄養が切れてきます。そうなった時に玉ねぎに追肥をしてあげることで冬越しするためのパワーとかを蓄えられることができます。逆に植えてから1ヶ月の間っていうのは絶対に追肥をしないでください。でお世話もね、だいたい雑草の除去ぐらいでこの時は大丈夫だと思います。雑草の除去をしつつ、この玉ねぎどこかやられていないかなとかの害虫チェックをしてみるといいと思います。なのでまあだいたい植えてから1ヶ月後に追肥を行うようにしてください。この早生品種っていうのは収穫するまでの期間っていうのが他の品種に比べてとても早いです。なのでまあだいたい4月から5月ぐらいに早生品種は収穫できるんですけど、早く収穫する分その分栄養をたくさん送っといてあげないとこの大きくなりません。なのでこの大きくさせるためにもある程度栄養が必要となってくるので、12月1月の冬を越す前に一度追肥をした方がいいです。でこの一度追肥をして1月新年を迎えてから、次は2月の後半とか3月の前半になるとどん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 春になってきます。で春になってくると暖かくなる。この暖かくなってきたらこの野菜たちっていうのはそれに応じてどん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 大きくなろうとしてくれます。暖かさによって大きくなろうとしてくれるので、それのタイミングでもう一度だけ追肥をしてあげましょう。なのでこの早生品種に追肥をするときに関しましては2回行ってください。この2月の後半から3月の前半にかけては葉っぱの増大期って言って、それまで玉ねぎの葉っぱ本当に細っぽくてこのまま本当に大きくなるかなっていう思う方いると思うんですけど、この増大期、春先ですね、春先に一気に玉ねぎっていうのは成長しますので、この葉っぱの増大期に合わせて追肥を行うようにしてください。この1月の冬越しをする前にこの追肥を行わなかったらどうなるのかというと、皆さんの場合ですとそのまま失敗してしまう可能性が高くなってしまいます。何もしなくても成功する確率っていうのは全然あると思うんですけど、やはり追肥をした方が失敗するリスクっていうのが減ると思います。なのでこの失敗させたくないよっていう方に関しましては、早生品種植えた方は絶対に追肥を行ってください。でこの2月の後半から3月の前半にかけて
この葉っぱの増大期っていうのが来ると思うんですけど、その増大期にもまだまだ全然葉っぱ小さいよとかっていう玉ねぎがあると思います。そういった玉ねぎに関しましては、この追肥の他に液体肥料をそこにかけてあげると、この2倍の効果が出てきて、それで他の大きな玉ねぎと同じぐらいの成長になってくれたりもしますので、そのようにして小さいっていうものは対策するようにしてみてください。この中手奥手品種についてです。この2つの品種に関しましては、早生に比べると玉ねぎの収穫する時期っていうのが結構遅くなります。で、遅くなるとどうなるのかっていうと、その分畑に置くので、もう遠立ちっていうのがしやすくなってしまいます。なので、この中手奥手品種を育てる方に関しましては、この追肥っていうのは1回ですね、12月に行うのではなくて、この2月から3月春先に向けて少し暖かくなり始めたよっていう時期に追肥行うようにしてください。早生との違いはこの収穫時期のこの長さです。で、この12月の手前、この植えてから1ヶ月後の12月のこの後半に追肥をしてしまうことによって、玉ねぎの葉っぱっていうのが過剰に大きくなりすぎてしまいます。早生ですとそれでも大丈夫なんですけど、この中手奥手の場合は畑に置く期間、収穫時期っていうのが早生に比べて長いので、その分遠立ちのリスクっていうのがとても高くなってしまいます。なので、この遠立ちしたらあまり美味しく食べれないですし、いいこともないので、この遠立ちを避けるためにもこの12月の追肥っていうのは行わないようにしてください。で、今年は結構暖冬とも言われていて、結構暖かかったです。これから少しずつ寒くなってくるんですけど、この12月の気温っていうのはこの人間、僕たちには全然わかりません。なので、このまま気温が暖かいまんま育っていくと、中手奥手品種にとってはその分葉っぱを大きくさせてしまって、遠立ちのリスクっていうのがとても高くなってしまうので、そのようなリスクが出てきてしまうので気をつけるようにしてください。で、この追肥もしっかりと適切な量っていうのを入れておかないと、遠立ちするリスクっていうのも絶対に高まってしまうので、まあ、その追肥する際に関しましても、僕の方の動画でどのぐらいの量をあげればいいのかなども説明するので、ぜひチャンネル登録して待っていてください。で、去年の玉ねぎに関しましては、結構ここ数十年で一番の失敗した年でした。なので、今年は失敗しないように、去年に比べて大きくていいものをしっかりと収穫したいので、どのようなお世話をしているのかなどもしっかりと伝えていきたいと思います。まあ、なので、皆さん春先、来年になってしまうんですけど、来年の玉ねぎを収穫するときに、まあ、大体一緒の時期だと思いますので、その時期に大きくていい玉ねぎを収穫できるように、これから栽培っていうのを行っていきましょう。で、これからは結構玉ねぎの動画多くなってくると思うので、玉ねぎ成功させたいよっていう方に関しましては、チャンネル登録して待っていてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。